こんにちは、ワンタチャンネルでございます。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、よく YouTube 見てるとテムっていうね、なんか海外の激安の通販のサイト、あれがよく出てくるんでね、ちょっと気になりました。それで実はね、 YouTube 見てたらこれよく出てくると思うんだけど、254円の電動ドライバーっていうのね、これあったんで、なんかね、すごい気になっちゃったんで、これね、254円だったらね、じゃあ買うかということで、この動画ずっと見ました。それで注文したらね、あっという間に届きました。1週間ぐらいで届いたのかな。でね、今日何買ったか ね開けて見ていきたいと思います。いつ頼んだなんていうの、ちょうどね1週間ぐらい前にね頼んだら、今日ね、ヤマトでね送ってきました。結構重たいです。全部でね10 ね、まあいいや、ね、見ていきます。梱包は雑だよね。で、送ってきたのね、これ、なんだろう、中国から来たのかな、なんかわかんないけど違うのかな。アマゾン見たくね、なんか日本に倉庫があるのかな。しかしね、びっくりするほど安いよね。いや、一個ずつね、読みますか。ね、ちょっとベルトがボロっちくなっちゃったんで、革のベルト。これ200何十円だったよね、この革のベルト。普通ね、合成だったらね、安いのあるんだけど、革だとないもんね。あ、革だね。あ、革の匂いがしますね。革のベルト、これ200何十円。ね、普通革っていうとね、表は革だけど裏は合成とかね、そういうのが売ってるけど、これは全部革だね。ね、ということでね、革のベルトが1本ね買いました。次、これは100何十円。これは、電線とかね、そういう配線をやった時に、これね、チューブに入れてライターで炙ると縮まるっていうね、伸縮チューブっていうやつ、これが100何十円ね、結構入ってるよね。もう死ぬまで買わなくていいぐらい買わなくていいぐらいね。とりあえずね、これダイソー行って買おうかななんて思ってたんだけど、これいっぱい入ってね、100何十円。で、あとこれなんだ、これなんだっけ、これ、こんなの買ったって感じ。あ、これあ、思ったよりちっちゃいんだね。これバリカンね、買いました。バリカンもね、これなんだっけな、200〜300円だったと思ったんだけどね、バリカン、だってね、あ、すごいね、動くよもう、ね、バリカンね、買いました。アタッチメントがついてね、ケーブルがついて、バリカンね200何十円なんでね、バリカンを買ったと。次、じゃあ4個目。なんだいろんなのいっぱい買うと楽しいよね。まあ、全部でね、あとで、あ、これドリルの刃だ。ドリル、ドリルで穴をね、大きくしたい時にブーンって開けると、ここまでね、大きい穴が開くやつね。これ前から欲しかったんで、これもね、200円か300円ぐらいだったね。ドリルの刃、4個目。なんかここ、楽しいよね。こんなにいっぱいね、いろんなの。まあ、そのうち買おうかなみたいなね、そんな風に思ってたやつをね、順番に、適当にね、見つくる。あ、これは、あれ、うん、これもね、なんか安かったんだけど、10枚セット、名札とかね、入れて、首からね、ぶら下げる、この紐の方はないけど、こっちだけね、とりあえず、
あの買ったと、はい、なんかだいぶ重いになってきた。あれはあれだね、触って分かった。キーちゃんがうちのねインコですけど、私が喋ってると ね一緒になって喋ったりするんですよね。これは、焚き火の外で焚き火するとき、これ結構重さがあるよね。結構重いです。何グラムぐらいあるかな、200グラム以上あるかな。結構重い、あのどっしりしてるね。これ焚き火のやるときに地面が燃えないようにね、わ結構あ画期的な布っぽいね。こういうね焚き火の下に敷く80センチ90センチのね焚き火の下に敷くやつ、これもね、いくらだか忘れちゃったけど、後でね順番に値段言いたいと思います。焚き火のねこういうの、外で焚き火やるとき用の布。そろそろ終わる？あれ、そろそろ終わりか？ついにねこのドリルセット200何十円のね、いいじゃん。おーかっこいいねこれ電動ドリルもね、ピッチリしてる。よし、重いねこれもね。普通にねなんか1000円とか2000円とかで売ってたら買わないけど、あ結構しっかりしてる。ライトがついた。あ、これだ。うん、まあまあね、使えるかどうかわかんないけどね。とりあえず、レジまで入ってるな、何だろう。まあいいや、どっちにしてもねこういうものをゲットしました。これをこっちか入れて、これね、おびっくりした。これ入れる時にここを押しちゃうとブインって回っちゃうね。うん、ドリルのねこういうビットもこれだけくっついてます。で200何十円だったらね安いね。これ電気はオンオフはいいのか、勝手に行くんだ。違うな、オフってどっかにあんのかな。オフのボタンは、あ、うん？どうなってんだこれ。あれのライト消えたね。オンオフは自動なのかもしれないね。うん、これ、日本語書いてないからわかんないけど、うん。ということでこれ200何十円。終わりか。あれもっとなんかいっぱい買った気がしたけど、こんだけ1、2、3、4、5、6、7、7個しか買わなかったんだっけかな。
ということでね、7個でございます。なんか10個ぐらい買ったような気がしたけど7個だったね。海外の激安サイトテムで買い物をしたという動画でございました。ひーちゃんうるさい、おいで。はい、うん、ひーちゃん一個、はい、うん、何、ほら、にゃん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 、何、はい、ほら、ひーちゃんいいか、離婚しな。ということでね、今日のね動画が、面白かったよ、ためになったよっていう方、ぜひねグッドボタンで応援してください。またチャンネル登録まだの方ね、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。うん、じゃあバイバイ、キーちゃんバイバイ、はい、バイ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 。